皆さん、こんにちは。美しい顔立ちとスレンダーボディを武器にモデルとして活躍する江藤美沙さん、映画にもに出演するなど女優としての活躍も期待されています。一方でエロい噂はどうなのでしょう。今回は江藤美沙さんのエロい噂をご紹介いたします。まずは江藤美沙さんの簡単なプロフィールをご紹介いたします。芸名、本名江藤美沙、生年月日、年齢1993年1月4日、27歳、身長、体重162センチメートル、45キログラム、3サイズ、バスト80、ベスト59、ヒップ79。所属事務所乃木坂46合同会社。高校1年生の時に地元大分の雑誌チャイムのモデルとして芸能活動をスタート。2010年に大分県のアイドルグループチャイモのメンバーに入り、アイドル活動を始めました。2011年にスカウトされ芸能界入り。同年8月には乃木坂46の第1期オーディションに合格しメンバー入りしました。2012年2月に乃木坂46がぐるぐるカーテンでメジャーデビューを果たすも、江藤美沙さんは選抜メンバーに入れませんでした。2年間の選抜漏れを経て、2011年7月に発売されたグループ7枚目のシングル「バレッタ」で初の選抜メンバーに抜擢。その後はグループの主要メンバーとして人気を集めました。2017年に発売されたソロ写真集「話を聞こうか」では、セクシーなランジェリー姿から入浴姿まで披露。2019年3月に乃木坂46を卒業し、同年10月にはプロ野球選手の源田壮亮選手との結婚を発表しています。最近ではフォトブック「ディシジョン」を2020年1月に発売や、2020年秋には映画「身を尽くし料理長」に出演や、雑誌「美人百花」のレギュラーモデルなどマルチに活躍中です。乃木坂46は男性とのスキャンダルが許されないアイドル。アイドル時代にセックスを我慢していた分、性欲が溜まっているでしょう。しかも相手はプロ野球選手で夫の源田壮亮です。お互いの性欲がぶつかり合っているに違いません。その予想通り、2022年1月には第一子の出産が報告されました。江藤美沙さんにはヌードや濡れ場、流出した画像などはありませんでした。2020年2月に公開された映画「静かな雨」で俳優の仲野太賀とキスシーンを披露。江藤美沙はたい焼き屋で働く役を演じ、作品では大学で生物考古学の研究助手をしている青年凌介に恋をします。しかし彼女演じる暦は事故により記憶できなくなってしまいます。思いを寄せる凌介にそっと頬にキス。切なくセクシーなシーンです。続いて江藤美沙さんとの噂があった男性を紹介します。彼女はどのようなセックスを楽しんでいたのでしょうか。交際に至った経緯やセックス事情を紹介していきます。1、一般男性陽太。江藤美沙さんの元彼と思われるプリクラ写真が流出しました。プリクラの男性は陽太と言われており、情報を拡散したのはキュウリというツイッターユーザー。江藤美沙さんと過去に付き合っていた際、別の男に撮られたと主張しています。彼によると、江藤美沙さんと付き合っていたのは2008年から2010年頃。真相は定かではありませんが、事実だとすれば江藤美沙さんは高校生の時に処女を卒業していたに違いません。2、一般男性賞。江藤美沙さんは合コンがきっかけで2013年から賞と付き合うようになったと、戦術のキュウリがツイッター上で暴露しました。江藤美沙さんを奪われた腹いせに情報をリークしたようです。証拠として江藤美沙さんがブログに載せた料理の写真と同じものに見える食器や料理の写真を挙げています。同じ食器を買い揃えることはできるため、信憑性は高くありません。3、プロ野球選手源田壮亮。江藤美沙さんがキャスターを務めるスポーツニュース番組プロ野球ニュースのインタビューがきっかけで、プロ野球選手の源田壮亮さんと交際がスタート。同い年で同じ大分出身であることから意気投合したそうです。江藤美沙さんがグループを卒業した3月の翌月に交際し、半年後の10月には結婚しています。卒業後の交際発覚から結婚までのスピード感から、卒業前から付き合っていたのではといった声も上がりました。
乃木坂46の卒業間もなく交際が発覚したため、アイドル時代から付き合っていた可能性もあるでしょう。アイドル活動の裏ではプロ野球選手とセックスを楽しんでいたかもしれません。現在子育てをしながらモデルなどの仕事にも復帰している江藤さん、家事や育児、仕事を並行して行う日々を過ごす中、さまざまな葛藤があったようで、2023年1月29日のインスタグラム投稿では自身の思いを長文で綴っていました。毎日育児をしながらヘロヘロになりながら、それもまだ絶対にお母さんの存在が必要で、離れるとすぐに大泣き、一瞬でも目を離せない。預かっていただける場所も活用させていただきながらですが、それでもそんな環境で本当に母親の産後の自分のためのスキルアップって一筋縄ではいかないし、もどかしい同じ気持ちをしている人も多いのかなって。子供は愛おしい、でも社会からは取り残されてしまったような感覚になったり、さらに各家庭で環境は違うと思うけれど、一人で頑張るのは限界がある。まず自分のことだけを考える時間を確保することが難しいからと、働くママとしての実情を明かした江藤さん。その上で、頑張れちゃう、全部自分でやれちゃう、人に助けてって言えない人こそ、周りの人にサポートしてもらう環境を整えることと、サポートしてもらえるような自分であることが必要なのではないかと思いますと述べています。一方で、母親としての私、妻としての私、そして私自身も私のために無限大の可能性を信じてあげたいなって思いますと、ポジティブな思いも。最後には、夫が私のためにサプライズで勉強机を組み立ててくれたので、なんだかしんみりしているのです、夫の頑張りに刺激をもらっていますと、仲睦まじい夫婦エピソードも明かしており、大変ながらも家族で助け合っているようです。江藤さんの率直な思いに、コメント欄には、とても励まされました、一緒に頑張りましょう、一人で頑張りすぎず、たまには息抜きしてくださいねと、さまざまな声が書き込まれています。いかがだったでしょうか。今回は元乃木坂46で卒業後もモデルや女優として活躍中の江藤美沙さんのエロい噂を調査しました。アイドル卒業後はプロ野球選手の源田さんと結婚し、セックスを楽しんでいるようです。写真集で披露した健康的なセクシーボディはひとたまりもありません。豊満なおっぱいをわしづかみにされ、激しく責められているでしょう。今後も映画やドラマ、雑誌モデルとしての活躍に期待です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。